訳したことが伝わるか伝われへんかでほんまに成績に直結してくる部分もエフリンに納得してないなと思ったら自分が逆にこう激怒する、でそれで体制になってもうたなっていうのありましたけど、まあ J リーグしか知らない世界始まりました。この動画はですね、 J リーグに関するさまざまな質問疑問についてその道のプロをお呼びしてコミカルに紐解いていこうという企画になります。第3弾も素晴らしい方をお迎えしております。川崎フロンターレトップチーム通訳のガンジーさんこと白澤貴則さんです。よろしくお願いします。ナマステもうお約束でとりあえずよろしくお願いします。ガンジーですよろしくお願いしますそれお約束なんですか？お約束です、はい、とりあえずこれやれへんかったら始まれへんみたいな、はい、今回のテーマは、はい、J リーグの通訳の世界なんですけども、はい、たくさん聞きたいことあるので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そもそも、はい、なぜガンジーなんですか？もうほんまにこう見たまんまですね、はい、もうこの顔です。あのブラジルでたまたまお会いした方に、日本人の方なんですけど、今日から君はガンジー君やって言ってくださったことがあって、それであのこのサッカーの通訳の仕事始めた時に、なんでなんて呼んだらええねんって言われた時に、あのじゃあガンジーでお願いしますってその時思い出して、でそこからガンジー生活が始まりました。ガンジーさんは数々のチーム、はい、クラブを渡り歩いてると思うんですけども、はい、まず2001年のキャリア開始から、はい、浦和レッズ、はい、セレッソ大阪、はい、ヴィッセル神戸、はい、アビスパ福岡、はい、ガンバ大阪、はい、そして川崎フロンターレ、はい、なんでそんなに引っ張りだこなんですか？いやいや、あの引っ張りだこっていうよりはもうたまたまなんですね。あのいろんな、まあ、そのチームを離れる時それぞれいろんな理由があったんですけど、まあ、単純にブラジル人がいなくなるからとか、まあ、逆にブラジル人以前やった監督がまた日本に帰ってくるからって呼んでもらったりとか、あの本当にこうその時その時でこう1年契約を繰り返してたらほんまにたまたまここまで来れたっていうか。間が空くことってあまりなかったんですか？今まではおかげさまでなかったですね。ただやっぱそういう情報をくれる仲間がいたからですよね。ですぐ次のチーム話しさせてもらうことができたりとか、はい。通訳のお仕事の一日についてお伺いしたいんですけども、はいはい、例えば午前、はい、監督と練習の打ち合わせ、はい、試合振り返り、対戦相手分析、うん、選手とはコンディションの確認、練習前のケア、トレーニングとか、うん、であと全体でミーティングやって練習っていうのが、まあ前、うん、午前中です、はい。ガンジーさんはこれまで監督の通訳もされてると思うんですけど、はい、選手の通訳と監督の通訳、はい、何か違うところとかありますか？やっぱり単純に仕事の量もちゃいますよね。本当にこう監督って現場のトップになるんで、やっぱり監督の言うことを訳していくっていうことは結局チームがそれに合わせて全体が動いていく、サッカーもそれに合わせて作り上げられていくっていうことなんで、やっぱり責任感っていう意味でもちょっと違うなっていう気はしていきますよね。そこはやっぱプレッシャーというか、訳したことが伝わるか伝われへんかでほんまに成績に直結してくる部分もゼロ、ね、なきにしもあらず で、ね、もちろんその間に入るに自分がそこを大きく動かせるものでもないですけど、やっぱり直接的に関わってきてるっていうのは間違いなく思うんで、緊張感っていうのはいい意味で常にありますね。そのミーティングってどんな感じで行われるんですか？はい、ミーティングは例えば監督がブラジル人やったら、はい、やっぱりこう基本監督が言うてることをもう同時通訳していく感じになりますよね。で今のフロンターレみたいに鬼さんが話し始めると、ポルトガル語のゴンちゃんで、韓国語のキンちゃんで、タイ語のミュウですね、ミュウ君が3人いっぺんにわーっとこう喋り出すんですね。これがまあかなりの通訳としては難易度が高いというか、あの想像していただきたいのが、監督が喋りますで、それを訳す自分の声が監督の言うてることを聞きにくくするっていう。でさらに今コロナなんですよね。っていうことは、例えばゴンちゃんですね、ポルトガル語のゴンちゃんはブラジル人が4人並んでて、その後ろに
ゴンちゃんつくんですよ、はい、ある程度距離取ってやっていうコロナ禍なんで、その4人に聞こえるように言いながら、かつお兄さんの言うことも聞かなあかんで、さらにこうミーティングだとこう映像つきますから、はい、言葉訳すっていうよりはこの映像を見ながらその中でこう伝わる言葉を選んでいくみたいなところあるんですよね。そうするとやっぱり慣れてない人にとったらちょっと最初はなんやこれっていう世界になると思いますね。大変やと思います。いや、選手によって国柄違いとかありますか？通訳っていうところで言うと、はい、僕が聞いたことがあるのがやっぱりこう韓国だともういわゆる先輩後輩の上下関係って本当厳しいんで、通訳の方が若くて選手の方が年上やったっていう時にオフの日に家に呼ばれて、とりあえずそこ割れと何もすることないねんでっていうでもそれがやっぱり韓国の場合はやっぱり必要 で逆に通訳の方が年上やったら、これはいい意味でね、通訳に頼るなと、自分で日本語を覚えてどんどん自立できるようにせえっていうことを言えば、やっぱり韓国人の選手も本当日本語一生懸命勉強するっていうのはすごくみんなありますし、それはそれですごくいいなと思うんですけど、ブラジル人だとやっぱりそれ同じことできないですよね、勉強しても自分でねって言える選手ってなかなかやっぱりいてなくて、言葉が本当違いすぎるし、やっぱりこう通訳としていわゆるアミーゴっていうね、お前ポルトガル語喋れるやんなだったらちょっと手伝ってよっていうのは当然当たり前の関係なんで、こう通訳に頼りすぎないように意識はしながら、でもやっぱりどんどん慣れてくるまではフォローするっていうのはブラジル人の場合絶対で、それで信頼関係築いてっていうところがすごい大事なんやろうなと思います。なんかそういうブラジル人の選手とかに日本語を逆に教えることとかもあるんですか？そうですよね、やっぱり理想を言うと通訳がやっぱりなしで過ごせるようになってほしいっていうのはまず、だからその教えるっていうよりは覚えたいなって思えさせるって、うん、それどうモチベーションができ、日本語覚えたらあこういうことあんねや、変わるな、自分の生活もサッカーも変わるなって思ってもらえたら一番嬉しいんですけど、そこすごいやっぱり個人差があるんで、たわいもない会話の中でどんどん日本語入れてみたりして覚えてもらいたいなっていう思いでは、例えばね、ダミアンとかやっぱり元ブラジル代表ですから、やっぱりこう最初日本にね来てフロンターレ来た時にやっぱりどうしても黙っててもちょっと近寄りがたい存在やろうなとか、ジジウも同じ年に来ましたけど、あんながたいのいい選手がねいきなり来てやっぱり近づきがたいちゃうかなと思ったりして、そういう時にちょっと大阪弁彼らが喋ったらそれはそれでなんかおもろいんちゃうかっていうところから大阪弁を教えたり結構しましたね、はい、だから JJO なんかはほんまかいなって言ったら JJO ほんまやってとか返してきますからあとはダミアンなんかは結構30過ぎてますから、冗談でおっちゃんとか僕ら呼ぶんですけど、おっさんとか言うとダミアンがおっさんちゃうわって返してくるんですそういうたわいもないことですけど、そういう会話ができる中で大阪弁に喋ったらなんかおもろいやんっていう親近感でちょっとでもこう溶け込んでくれたらええかなと思ってやってますけど。逆に日本人選手にもなんかポルトガル語を教えたりとかもあるんですか？うん、そうですね、教えるというかやっぱりそういうことをどんどん日本人の選手も聞いてくれるし、こういう言葉ブラジル人になんて言ったらいいですか、単語教えてもらえますかってやっぱり意識の高い選手なんか特に多いなと思いますね。それでこう覚えてもらったりとか、もうフロンターレの鬼木監督ですよね、もう鬼さんも本場サッカーの言葉なんかは基本もうほとんど頭入ってはるから、はい、もう僕らが変に入るよりはもう直接コミュニケーション、結構それちょっと混み合った話になるともちろん僕ら入りますけど、本当にシンプルなこう会話やったらサッカーのことなんかはもう鬼さんも普通にできるし、ブラジル人来た時に本当に温かく受け入れてもらってみたいなコメントよくありますけど、フロンターレ見てたらほんまにそういうポルトガル語が分かる人多いっていうのはすごく思いましたね。1日のスケジュールに戻ります、はい、オフの部分にピッチ外でのフォローってあるんですけども、はい、どんなことをやるんですか具体的に。子どもたちの学校とか幼稚園とか、
あるいはもう、スーパーでの買い物とかですね、それから、まあ、病院、選手もそうですけど、家族が病気になったらやっぱりもちろん病院に一緒に行きますし、はい、やっぱり日本に慣れて落ち着くまではやっぱり手厚くっていうのは意識してますね。運転免許のサポートもすると伺ったんですけども、ね、いわゆる国際免許っていうのをブラジルで取っても日本では使えない。そうなんですか、はい、彼らの持ってるブラジルの免許を日本の免許に書き換えるっていう試験をやるわけなんですね。だから筆記試験、実技試験があるわけですけど、なかなか合格せえへんっていうストレスが結構、これはもう日本に来たブラジル人共通の悩みやと思うんですけど、実際練習に行くときは僕ら後ろに乗って、でこう練習を教官の方が教えてくださるんで、はい、その方の通訳に入れるんですけど、実際の試験の日って通訳入れないんですね。そうなんですか。はい、僕らもう上から頑張れってこう眺めてるだけなんです、ほんまに。で、試験官の方って基本日本語しか喋ってくれないんです、うん、ってなるとすごい緊張するんですね、うん、ウインカー出したらワイパーが動いちゃうみたいないきなり。でそれってこう上から見てて、なんぼ遠くから見てても分かるんですよ。あ、やってもうたワイパーでも聞いたことあるんですけど、ワイパー動かして別にそれ減点になれへんからって聞いたことがあったんで、それもちゃんと言うと思うんですね。なるほど。もし緊張してワイパー動いても減点されてないから心配すんなよっていわゆる日本の自動車学校で教えてもらうみたいな、正しいタイミングで正しい安全確認してるかっていうところで、30メートル前で巻き込みに確認してとか、なんか本当細かいところを試験の中ではチェックされて減点されて、この不安、このストレス絶対取り除かななっていうところから、やっぱり筆記試験、実技試験は虎の巻作ってブラジル人にこう渡せるようにして、ストレスをとにかくそこは取り除きたいなっていう思いで毎年やってます。その虎の巻、自作した虎の巻というのがこちらにあるんですけども、はい、筆記試験はもういわゆる丸×問題なので、筆記試験は文章と図がだいたいイラストかなんかが出てて、これは正しい、間違ってるっていう二択問題なん でそれを今までやっぱり僕も20年以上やってるんで、もう出てくる問題っていうのはもう言うたらこの20か30ぐらいの中から絶対出てくるやろう、10問だけなんですけど、そのうち7問正解すれば合格みたいな。で、未だかつてやっぱり筆記試験では落ちた人はないです。あ、はい、でもう一つが実技試験で、さっき言いました、本当いろんな日本の試験って細かいところ見ますんで、うん、そういうのをこう紙にまとめて、これやってもらったら多分今僕のイメージだと7割8割は絶対一発で実技試験受かる感じをします。いや、それです、ね、はい、虎の巻です。通訳をする上で感じる難しさとか、どんなところにありますか。難しさ、笑わせる、笑わせること、やっぱり難しいですね。笑うって、まあ、普通に訳してて笑えることももちろんいっぱいありますけど、ブラジル人ってこう一口小話をこう、はいはいはい、お互いこう披露し合うみたいな文化あるんで。あ、そうなんですか。はい、そういう意味でいろんなピアーダって言って一口小話をレビーもようみんなに話しするのが好きやったんですけど、その知ってるピアーダやったら僕もね、こううまいこと持っていきながら訳してますけど、いや、聞いたことのないピアーダやったら、これどんなオチくんねん、どんなオチくんねんって思って、最後オチ聞いた時に、あかん、これ絶対日本人分かれへんわと思ったら、ここ笑うとこやねんけどなって言ってから。え、言うんですか。言います、言います。じゃあ、で笑ってくれたらこっちのもんなんで、実は日本人の人は、聞いてる人は苦笑いやったりするんですけど、それで笑ってくれたらもう僕の勝ちやと思って伝えようと思ったら結局この言い方しないと、限られた時間で伝えようと思ったらもうこの言葉使った方が早いとか、そうやって考えたら、じっくり考える時間ない分、やっぱりもうその人の数が出るというか、その人の選択する言葉やから、結局その人の人間性だったり人生観だったりっていうのが言葉に、結局言葉の選択に出てくるんちゃうかなっていうのは思いますね。ちょっと僕がよく例で挙げさせていただいてるのが、ウォシュレットなんですね。ボタンにね、はいはいはい、お尻って書いてあるんです、普通日本語で。で、
それ訳したら普通はやっぱりヒップとかなるじゃないですか。あのホテルとか行くと結構外国人向けについてる時があるんです。シャワーって書いてあるんです。シャワー、それかものによってはスプレーって書いてあるんです。何でやろうって思ったんですね、初めて見た時。シャワー、これ普通に考えたらこれ訳ちゃいますやんってなるけど、でもウォシュレットってやっぱり世界に先駆けて日本で広まったもので、このボタンを押したら水出てきますよっていうことをまず伝えなあかん。なるほど。でその時にヒップ書いてあってももうわけもわからないピンって押したら、それこそ座ってね立ってる人がピンって押したらいきなり水出てくんでっていう世界でもう笑い話になってまうんで、これは水が出てきますよっていう意味でシャワーとかスプレーになったんやろうな。それを思ったら結局僕らの仕事もそこは意識して伝わる伝えるっていう、もう極端な例ですけどね、このウォシュレットなんて。でもそこかな、そういうの大事やなっていうのはすごい思います。やっぱ通訳する人とそういうキャラとかって被っちゃうもんなんですか、やっていく中で。 ありますね。あのレヴィ・クルピ監督、やっぱりセレッソ長かったんで、レヴィがいつもこう選手髪切ってきた時にやるツッコミがあるんですね。あの、まず第一声はどないしたんやお前、誰やそんなひどいことしたんで、二言目がまさかお前お金払ってないやろなで最後に言うのが心配すんな俺が訴えてやるからっていうこのツッコミをもう多分100回ぐらいやってるんちゃうかなと思うんですけど、それを訳し続けてたもんで、僕レヴィ・クルピいなくなってからも日本人髪切ってくるとなんか自分がそれ言うてるっていう、だからその自分に笑ってまうみたいな、なんか髪切ってきたらおい大丈夫かって、なんか思わず突っ込まずにはいられないみたいな、そういうとこありますね、うん、そのクルピ監督で印象残ってることとかって何かあります？退席処分になってます。あ、そうですそうです僕も2回退席になって、レヴィ・クルピも何回か退席になってた時があって、はい、これもう言い訳なしに、自分もそうやしレヴィもそうやし、言い訳なしに退席なんか絶対したあかん、うん、どうしようかなと思った時にちょっとやりだしたのが、そのレヴィがちょっと文句言い出したらレフリーに納得してないなと思ったら、自分が逆にこう激怒する、激怒してレヴィ以上に激怒すると、激怒したふりするとレヴィが、いやいやあかんで、いいからええからええからってこうなだめる側に回ってくれるっていうのが分かって、なるほど、あなるほどこれかと。で、あのもうそこからやっぱ意図的に何回かこれあかんなと思って、あのちょっと自分の方が怒ったふりするみたいな、んでレヴィがこうあかんあかんで収まったことも結構あったんですけど、それでもあの一回仙台の試合でアウェーゲームでタカタカってもうピッチの中に何メートルか入ってもって気がついた時にはもうピッチの中にいたんで、 でそれで退席になってもうたなってなりましたけど、まあ